リサをね、監督したらリサガチで使う回をやろうっていう風にみんなの前でね約束してたんですけど、まあ、今月5月に入ってスターライト交換で、まあ、そのリサがねいよいよごとつ今までしてたんだけど5月1日に監督できたので、まあ、リサ監督配信という記念ってことでね、リサをガチリサで育成しようと思います。でテンプレベルも、まあ、リサのね総来がとりあえずやばいんだよな。とりあえず無双の雷倒してアルティメットにしてからだな。いやマジで楽しみ。リサの解説を同じです。元素スキルがこの雷の弾を発射する。これクールタイム1秒なんですよね。でクールタイム1秒で雷の弾がくっついた数だけ相手になんかカウントが溜まっていくんだよね。1とか2とか3とかね。あ、今のネタ多分若い人には通じないわ。でその元素スキル長押しするとあのこんな感じよ。あのエネルギー貯めて離すとバーン、範囲内に雷のどぎつい一撃をかます。クールタイム16秒でクソ長いんですけど、まあ、その分倍率はやばい。で待って、数字を重ねてれば重ねてる、出てるほど倍率が上がって、まあ、3の数字が刻印された敵に対しては、まあ、テンプレベル6で682%、テンプレベルがっつり上げれば 1000% 超えるっていうやっべえやっべえ一撃なんですよ。でそれにもうこのカグラの真意っていう、まあ、八重巫女のモチーフ武器を持たせることによって、これ元素スキルに倍率 72% ダメバフ。でもって、まあ、なんだかんだでなんか3回効果が乗ればね、まあ、要は、リサの総来、元素スキルにダメージバフ 96% が入るっていう、どぎつい武器だから、まあ、これを使ってね、最強のリサにします。正直、リサ貫突かつカグラの真意貫突してないと、もう私と同じ土俵には立てないので、まあ、マジ最強のリサだな。とりあえずこの無双の雷をぶっ倒す。あ、で、今日の編成なんですけど、見ての通りなんだけど、あの、原神でさ、火力を出すためには、攻撃力とダメバフと会心を全部盛らなくちゃいけないんだよね。で、攻撃力盛るためのベネット。で、ダメバフを盛るためのカズハ。で、フートはね、あの、ま、炎元素共鳴を起こしつつ、会心率を盛れるっていう特徴があるので、チーム全員の。そこを買いましたね。よいしょ。OK、間に合った。世界の鍋圧大ありがとうございます。 OK、 これでリサの雷光のプリズムが集まりました。であとはアメジスト、あれを6個作ればレベル80の突破ができて、であとテンプレベルガツガツガツ上げれば完成よ。私の最強のリサが誰にも勝てないな。突破レベルアップ、来ちゃレベル80です。でリサがね、突破ステータスがね、熟知が伸びるんですよ。で、ここが正直個人的にはマイナスポイント。まあ、雷元素で熟知使うから、まあ、感電化しか使うときだったら強いんだけど、まあ、火力出してくんだったら、会心とか、雷バフとか攻撃が良かったんだよね。まあ、どうなんだろう。まあ、熟知じゃない方が嬉しいんだけどな、本当は。いろんなやり方。え？あれ？ちょっと待って、みんな音出てる今。リサなんかいろんなやりか。で、声飛んだんだけど。なんかリサがいろんなやりか。いろんなやり方、突破ボイスが聞けなかった。悲しい。結構最後の突破のボイスでかいんだけどな。聞こう、後でちゃんと。いろんなやり方、ちゃんとボイス聞きたい。これか。いろんなやり方で説得してきたのに。やるわね、可愛い子ちゃん。旅人のこと可愛い子ちゃんって言うよね。何も感じなかったらヒルチャールにもバカにされるわ。ヒルチャールにもバカにされるわ。茨の魔女の真実を。茨なんだ。あなたに見せてあげようかしら。かっこいい、茨の魔女。茨の魔女なんだ。バラの魔女だと思ってた。で、この総来のテンプレベルをガツガツ上げます。リサの一番の持ち味なんでね。まずテンプレベルなあなあ。いいね。さらに、テンプレベル8。さらに、止まらねえよ。テンプレベル9。通常攻撃とかは使わないから、まあ1のままでいいのかな。いや、ある程度まで上げたいけどな。トバリの爪か。テンプレベル10。四分の本。テンプレベル11。これでテンプレベル12にします。バチクイ！由来30の長押しダメージ 974%。やばくね ?974。あれ、1000いかんかった。1000いかないの嫌だな。あー、王冠使ったら1000いくのか。今日のところはじゃあちょっと、まあが、ちょ許しておくんなまし。まあ4冊くらいだったらなんとかなったけど、金の本16冊はちょっと無理があるわ。オッケーオッケー。まあ、倍率 974% のえぐちなダメージを出せる。バラの雷光も気持ち7に上げといて。通常攻撃も、まあ、3ぐらいにまで上げとこうかな。よいしょ。かなさあ、じゃあ行こうか。ガチのリサです。
ちなみに命の星座の貫突効果はまだオープンしていません。これは貫突した時にどれぐらい変わるかをちょっと実感したいから。1突がソーラーを長押しした時に元素エネルギーが2回復する。5体当たれば10回復する。まあまあなくていいけどな。結局爆発80ポイントで重いんで。2突が長押ししてる間中段耐性が上がって防御力が 25% 上がる。なんかね、リサこれ長押ししてる間この時にねヒルチャールとかにイヤーとかやられたらね普通に攻撃ダメージ食らって痛いんですよね。二突効果ね、栄翔をちゃんと長押し栄翔しきるために二突結構大事なんかな。三突爆発がレベル上がる。四突が元素爆発のバラが1本から3本に増えるの。運が絡むのかな。五突。貫突が、なんかその数字を3個刻印刻むのが楽になるんだよね。で、今、リサの率ダメなんですけど、テイルズから。締め縄審査で攻撃力 36% 確保してます。まあ、ちょっと率ダメが盛りにくい。突破ステータス熟知だし、まあ、率ダメもっと欲しいから、っていう理由でまあフータを入れてるんですけど、アタッカーにするためには攻撃力とダメバフと会心をバランスもよく持った方がいいです。だからベネットで攻撃力バッコリ上げて、でカズハで、まあ、水力4セットでデバフ入れつつダメバフ 40% ぐらいバチコリ持って、でフータをね、まあ、4突効果の会心率 12% と調印の時でチームの会心率 12% フータをの元々の効果で会心率 12% 上げて、4突効果でさらに会心率 24% 上げて、まあ、安定して会心上げるっていう話だね。メールうざいんだけどこれ切れねえのか、あ切れねえのかダリーなこれちょっと迷惑です、あやめてもらって。で拡散するじゃん、で雷耐性下げるやん、でフータをの効果入れていくよ。やっば12万やばくない？いや、どちゃくそ気持ちいいんだけど。トランスしそうだった今。新たな世界見えちゃった今。やばちょっと下準備長いけどな。まあ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 。まあで、貫突したらこの下準備が楽になるのか。あ、バチコリ。7万。これがガチのリサです。テンプレベルまだ9だから10にしたらもっとダメージ伸びんのか。強くね。いやまあカグラのシーンあるってのはだいぶでかいと思うけども、九条は入れられ、あ九条入れるのも全然ありだったな。あの九条入れてさ、会心ダメージ 60% 上がるからさ、ね、九条入れるのもめちゃくちゃありだと思う。で貫突したら、貫突これからさせる。この数字上げるのがねちょっとめんどくさかったんやけど、雷拡散して、ちょこれロケラン危なくね、ロケラン避けよう。そんな乱暴はやめて、てそんな乱暴はやめて、ちょっとビリビリさせないとねあ、さっきベネット入れ忘れたわ。ベネット使うの忘れて今のか。マジか、やべえなリサ。いやちょっとね、個人的にはね、めっちゃ強いんだけど、スキルの長押しかなりダメージ出て強いんですけど、まあ、クールタイム16秒重たいなとは思ったり思わなかったりするな。ちょっと多少長めな気がする。まあ気がするだけ。普通になんか一回押しだけで敵が1万ダメージとか出んのやばい。雷の弾飛ばしてるだけで2万とか出んのが、カグラの真意パワーで。やばいなちょ、リサ楽しいわ。ちょ、久しぶりにリサ育てたからさ、なんか新感覚の新キャラ使ってる気分なんよね。ちょっと怖さある。あ、刻印つけて、これで長押しか。勢力4セットの効果が続いてるうちに。うがちなさい。はい。いやめっちゃ気持ちいいんだけど、やば。このカグラの真意貫突があるのがでかいな。カズハで拡散して刻印刻んで、ビリビリさせない、でここで長押しをかます。逃がさないわよ、これはお仕置きいやちょ個人的にはあれなんだけど、一回押しが強すぎてさ、クールタイム1秒のくせに一回押しが160、やばくね。テンプレベル13だと1回押しが倍率 170% あんのか。クールタイム1秒なんですよ。1回押しがクールタイム1秒なんだけど、倍率 170% あるってえぐくね。普通になんか、両手剣の一撃くらいない。なんか、意外と使えるのかもな、リサ。まあ、カグラの真意のおかげでめっちゃダメバフスキルに 96% ダメバフ乗ってるってのあるけど、これ 170%。170%。170%。170%。いや、これだけで死ねやん。ちょっとビリビリさせないとね。おもろ。あ、1秒、まあ1秒、まあ1秒か。逃がさない。割となんか普通にモンスター飛ばせるぐらいの火力を秘めてるよね。オーケー。めっちゃ楽しい。新キャラ使ってる気分なんだけど。いや、いいわこれ。リサさんのモチーフ武器って何ですか？リサのモチーフ武器はないな。セピロス騎士団の放棄かなとは思う。セピロス全体的に。オラオラ、頑張れバラの雷光。そこだ。逃がさないわよ。はい、逃がさないわよ。ボーン。会心でんかった。
配信なしで4万1000ダメージ。いいね。てか会心率上げるためにフータを入れてるから、フータを使わなきゃな。この刻印刻むのがちょっとめんどくさいかな、貫突効果が強いのかって話だね。リサ貫突しますか。じゃあまだリサ貫突してないんでね。よいしょ、1、ちょっとビリビリさせないでね。普通に元素スキルの1回押しだけで敵が死ぬのがやばいな。リサ楽しくね。えいえい。リサ貫突しますか。リサの貫突効果のヤバさを知りたい。ビジュアルスコだし普通に育てたくなってきた。いや私みたいな火力は多分出ない。このカグラのシーン貫突してないと無理だから、まあ、そこだけ引き付けてほしい。貫突リサはどんな感じですか。今ごとつで遊んでたからやるわ。登場時周囲の敵に総雷の由来効果を付与する。5秒に1回発動可能。てれーん、貫突リサです。これで登場時だからバニリサを召喚したら周りの敵に刻印を刻むのかどうなるんだろう。5秒に1回でしょ。えい、うおっ、ついてないっすけど、ついてないっす。あれか、ちょっと待って、密着しないとダメ。逃がさないわよ。これはこういうことか。思ってたより範囲狭いけど演出くっそかっこいいな。バイヤーえ、よくね。強い範囲思ってたより狭いから強いかどうかはともかくとして演出がマジでかっこいい。なるほど、ダメージは入ってないんだな。何よ、早く投稿し、早く投稿しなさい。ベネット入れて、これで炎の竜巻作れる。オッケーオッケーオッケー。で出した時に雷の数字がついて、バーン。アビス3人吹き飛んだわ。マルチとかだと反映されなさそうだね。そうだね、登場した時だね。まず1回だけつけます。でカズハで拡散します。で貫突効果発動して、こあーよき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 。なかなか仕事しそう。拡散してパルスの魔女発動で長押し、うがちなさい。うえーい、ゴマの方がいいんじゃないかなっていうノリがある。何やる、気持ちいい。リサめっちゃ楽しい。カズハで吸引で吸引、あ、カズハで吸引してパルスの魔女で3つけて長押しをかます。あ、いいな。あ、やっぱカズハとリサ確定コンボじゃないこれ。祭礼の剣がなかったらユクアキの評価どうなってたと思いますか。なかったもユクアキはティア最上位だと思うけど、最強のサブアタッカー、星5より強いサブアタッカーの地位を維持し続けたと思います。よいしょ、パルスの魔女発動。あ、強い。あ、気持ちいい。楽しい。リサの長押しとアルベドの花の範囲が同じだから乗って避けつつ追撃するのよし。あ、なんかね、シールドマジで欲しい。リサの元素スキルの長押し栄翔中がさ、ガチのマジの無防備だから身を守る手段が欲しい。ピンクのスライムみたいなやつ何？これはペットですね。モンスターと戦闘中じゃない時になんかふよふよしてくれて可愛い。そういうペット。みんながそばにいてくれる。オッケー、これでパルスの魔女発動させて長押し。うがちなさい。出たー。俺15万ダメージが最大打点かな私の。リサでスキル1回だけ押して、カグラのシーンの効果フルで発動してないから2回つけなきゃダメか。しびれさせちゃうわ。おい、バラの雷光かっこいいな。かっこいいけど狭いな。あー、飛んで火にいる夏のバルヒルチャールじゃん。いった。リサは年上っぽい。リサ多分20代後半ぐらいの年齢のはず。ジン団長も多分それぐらいじゃん。ジンとバーバラが姉妹で、バーバラがアイドルやってて、アイドルって何歳、20か20入ってない10代後半ぐらいだと思うから、家族みんなでネレメロさんのライブ見てます。ありがとうございます。スクでみんなで私のそんな乱暴はやめて。リサの爆発とカズハのスキルが相性良くて使いやすいよ。あ、なるほどね。リサの爆発のバラの雷光が範囲狭いからカズハで無理やりそこに運ぶのか。え、じゃあ私の使ってる編成マジでリサガチパな気がするけど。やっぱりやっぱり寿司食べたい。ギルック4突の効果の一定間隔でダメージアップは何秒ぐらい開けますか。2秒ぐらい。わ、気持ちいい。あ、ちょっとごめん、ちょっと変な声出た今。リサの長押しの走来がクソ気持ちよくて今雷スライムが弾け飛んだ。みんなボイチュン切れてますよ。あ、やばいやばい。あ、ちょっと本当の、あ
リサさん使うと何かが目覚める。なんか常にバフかかるな。なんか興奮するもん。いいね。妹がライデン出して、そっからすり抜けなしで神里来ました。クソムカつきます。妹と喧嘩すんだよお前。妹は可愛いもんじゃないの？違うの？私弟がリアルにいるけど妹はいないから、妹っていう存在に憧れの念を抱いてるんだけど、アニメとか見てたらやっぱ妹への概念が崩れるんだけど、いろんな妹いるけどね、アニメにも。